薬落とし,し神社でお札をもらうだけでなく特に田舎だとそれぞれの地域に伝わっているやり方があるだろうけど同じような風習があり私と似たような体験をした人がいるかもしれないので今話しています。地元でははののの人は節分の日の夕方 家を出て一番最初の四つ辻にお餅を置いて振り返らずに家まで戻ってくるという風習がある。守らなくてはいけない決まりがいくつかあった。途中三車路などの分かれ道がある場合はなるべく家から一本道になるような道を進む。振り返ると役がついてくるからお餅を置いた後は絶対に後ろを見てはいけない。 お餅は誰かに拾ってもらわななければ役は払えない。現代では確実に拾ってもらえるように厄落としをする人の家はあらかじめ落とす場所の近くに住む人に拾うのをお願いすることになっているみたい前置きが長くなったけど私は女なので数えて1918で高校生の時に厄落としをやった。 うちは地区内でもかなり奥まった山際に家があって、最初の四つ辻まで徒歩8分から10分くらいかかる。しかも神社やお寺を通り越して、さらに坂を下った先。その四つ辻までの道のりは、もちろん一車線の田舎道。神社やお寺があって、民家もない寂しいとこだけど、 舗装はされてるし、通学路として小学生の時から毎日通ってる道帰りがもっと遅くなることもあったから夕方に行くくらい別に怖くはなかった親に言われるままの行都市だし面倒だなって思った確かその年の節分は日曜で行都市もあるし予定を入れずに家にいて母に 暗くなる前に行ってきなさい、とせっつかれて家を出た。2月だし、日の入り早いから時間的に夕方でも薄暗いくらいになりかけてた。行きは普通で何考えてたとかは覚えてない。でも、四つ字についてお餅を置いて背を向けた瞬間から後ろで太鼓の音がしだした。でん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 って。 結構速いペースで一定に連続して叩いているような音。あと、雷のようなゴロゴロいう音も一緒に聞こえてた。まあ、ただそれだけなんだけど、それらは今までに聞いたことがないくらいに不気味で怖い音だった。確実に何かが後ろから来ている、そういう気配で感じた。 誰かが後ろを歩いているとかそういう感覚じゃなく圧迫感みたいなもの鳥肌が立って怖くて怖くてそれでもなぜか走っちゃいけない気がして涙べで歩いた母親からきつく後ろを見ちゃダメと言われてたから必死で前だけを見たその音を聞いていたのは後から思えばたったの数分だったけど 家までの距離がものすごく長く感じた坂を上がりかけたくらいの時後ろから車が来て私を通り越し止まった父親の車だった後から聞いたら父は単に仕事を終え買い物をして帰ってきたところで私を見つけたから止まっただけだったそうだ母に任せっきりで 私の役落としのことは忘れていたらしいでもその時私は父が心配して迎えに来てくれたんだと思って安心して一気に涙が出た慌てて後部座席に乗ってから車のバックミラーもダメじゃんじゃと気づいて慌てて目をつぶった父は何か話しかけてきたけど覚えてないしよく聞こえなかった気がする その時も音がまだ聞こえていたんで私はずっと黙ったままでいた。車で走っているのに歩いていた時と同じように後ろから音が追いかけてくるような感じだった。結局音は家について玄関をくぐるまでずっと聞こえてた。家で待っていた母親は 親の前で泣いたりしない私が声もなく涙を流しているのを見てびっくりしていた変な太鼓の音が聞こえたことすごく怖かったことを伝えた嘘だと笑われるかと思ったけど私がまじ泣きしていたこともあって母は信じてくれたでも母や私の6歳上の姉も同じ役落としをしたが太鼓の音なんて聞こえず 普通に終わったらしい母が信じてくれたのは嬉しかったけど地獄の音が聞こえちゃったのかもねとか言うからその日の夜は怖くて仕方がなかったでも翻訳であるその年は何も起こらなかったし結局あの音が何だったのかもわからないちゃんと役落とししたから大丈夫だったのかもしれないけど 私は今27歳で実家を出て一人暮らしだけど32歳の次の役年まで結婚せず本籍が実家のままだとまた同じあの役落としをしなければならない結婚して席を移せば相手側の土地の役落としができるんです当時は32にもなれば結婚してるだろうし大丈夫と思ってたけどもう27焦ってきた また同じ音がするかわからないけど、本当に怖くて二度と聞きたくない音なんです。ただの太鼓の音なのに、体の内側から恐怖が湧き出るほど不気味な音なんです。本当にあれは何だったのかわからない。私は厄落としに関して、七五三みたいなただの儀式って意識だったから、思い込みで幻聴が聞こえたとも考えにくいし、 自分では今までで一番不思議で怖い体験だった。